去年、2敗してるんで、今年一発目、しっかり勝って、今年いい流れを作っていきたいと思います。多彩な蹴り技とテクニックです。自分との差を見せつけて、完封するということが今回のテーマです。フィジカルが強く、気持ちの強い選手という印象があります。失敗して失格になって、やらせてもらえるとは思えなかったので、小田選手、やっぱり感謝の気持ちしか今はないです。本当にオールラウンダーで、テクニックとかすごいし、何でもできますし、最高に仕上げて、もう判定でいいんで、激しい消耗をする試合して、したいなと思います。全てにおいて完封し、一方的な試合をしたいです。今年一発目の試合、皆さん大注目で応援の方よろしくお願いします。3月27日は、最高の状態に仕上げて、メインにふさわしい試合をした上で、勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。